今のと全く同じ設定で小沢さんバージョンでいきます。お願いします。あ、こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。今日はどうしますか。今日カットで。今日はカットで、はい、どうします。どんな感じでいきますか。まあいつも通りで大丈夫です。了解です。わかりました、はい、いい感じにしますよ。はい。なんかいつも切って気になることとかあります。なんかもうちょっとこうなんないかなみたいな。あ、けどすごいやりやすいですよ。ありがとうございます。じゃあまたしっかりやりやすくないように頑張りますよ。はい。なんかこう、でもここ最近もう2年ぐらいかな、はい、まあ、ずっとこの髪型で、はい、ちょっとなんかこう、ちょっとだけ、はい、少しこう変えてみたいなとかってないですか。わあ、ちょっと変えてみたい、ね、ちょっと飽きちゃうじゃないですか、はい、僕も割とずっとショート続いてて、はい、飽きちゃったから、この間パーマかけたんですけど、はい、高橋さんってパーマってかけたことあります？パーマ、だいぶ昔に。あ、そうですか、はい、へー。それ以来かけなくなっちゃったのは何です。なんかチリチリになっちゃったんです。チリチリになっちゃった。はい。へえ。チリチリってもうなんかアフロみたいな。いや、もうジャックアフロみたいな。ジャックアフロみたいな感じですか、はい、それって本当はどうやって書き落としたんですか。まあちょっとゆるい感じでふわっとする感じで書き落としたんだけど、はい、それって美容院でかけてますよね。あ、そうです。そうです、はい。まあ、だけどもグシャグシャグシャって感じで、もうボンバーな感じ。ボンバーな感じになっちゃったな。そうですか。ちょっと見せてください。はい。ああ、確かに高橋さんの髪質ってちょっと乾燥しやすくないですか。乾燥しやすいですね。いつもなんか切るときね、その辺なんかこうパサパサにならないようになるカットにならないように気をつけてるんだけど、はい、乾燥しやすい人ってパーマ液つけた時に、はい、すごい薬を吸っちゃいやすいから、はい、一気に反応しちゃうことがあるの、はい、だから僕そういうのも原因にあるんじゃないかなって思うんだけど、まあ、いや何が言いたいかというと、はい、いつもと同じスタイルなんだけど、はい、最近ねよくやらせてもらってるのは、高橋さんここちょっとペタってなるじゃないですか、はい、だからここのところだけポイントでちょっとふんわりするようなパーマをかけてあげると雰囲気も変わるし、スタイリングもやりやすくなるんですよ。だけど怖いでしょ。ちょっと怖いです。毎日ここだけチリチリならどうしようってなるけど、はい、まずね、使う薬も違うし、そもそもそういうワンカールのふわっとしたパーマをかけるから、はい、絶対ねチリチリにはならないようにするから、かなりリスクは少ないです。ちょっとまあしっかり自信があるから進めるんだけど、はい、それ、まあ、1050円で 10分ぐらい、はい、15分ぐらいかでできるんですけど、はい、もしね仮に、まあ、そのやってやりやすくなるだけじゃなくて、はい、その時、まあ、しっかり薬と今みたいに髪質見てから薬選んでパーマかけるから、はい、もしそのパーマのかかりが、はい、良さそうだったりすごく持ちが良かったりしたら、はい、いつかね全体僕パーマかけさせてもらったりとかするときに、はい、あ、これだったらまたちょっともう一回パーマかけてもいいかもみたいに思ってもらえると、やっぱスタイルの幅が広がって楽しくなるじゃないですか、はい、別に今全部かけなくてもいいんだけど、はい、だからちょっとそういうのにもつながるから一回いいんじゃないかなと思ってかけさせてもらいたいんですけど、はい、絶対失敗しないですよ、はい、森じゃないよ、アフロにはしないです。アフロには、はい、じゃあちょっとやってみようかな。やってみましょう、はい、だから狙いはスタイリングをやりやすくする、はい、ちょっと雰囲気を変えるっていうのと、はい、もう一つこれ今後のスタイルにパーマが活かせるかもしれないから、はい、ちょっと、ね、それを見てほしいんですよ、はい、だから必ず高橋さんがあ、これならいいって思える、安心してできるパーマをかけたいと思うので、はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、お願いします。ちょっと楽しみにしててください。はい、楽しみにしてます。ポイントパーマの準備お願いします。はい、あんま変わんない。いや